ウェルさんはここは近いんじゃないですか、はい、めちゃめちゃ近いです ね、ホームみたいな。さあ選手がピッチに入場してきました。してくれましたね。後ほど個人の方もお伝えし、さあキックオフとなりました。2016年4月10日カマフカメミラン、カメミラン歌を落とした小山優子、斉藤翔太選手、この辺地元ですからね。今日町田のゼロビア町田のサポーターさんも多いですね。さあ小山優斗、小山優斗左足クロスボール、打てる、おー、都内がペナルティーエリアの、置かないですね。赤間さみち、対角線に素晴らしい長いロングパスを入れた赤間さみちからクロスボール、シュート、飯島、もう一回つけるか、まだ壁ミラン、お、シュート、サイトショータ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 、クロスボール、飯島、シュート、決まった、背番号5番斉藤俊太、飯島、ナイスターン、おお、壁ミラン、ミラン、面白い、引いて縦に出てきた、翔太、もう1回柴咲、決めたー、吉村正樹、吉田正樹の素晴らしいミドルが決まりました。22番、去年の斉藤翔太、シュートキックフェイントで左足のシュート、1人が、両手でしっかりボールを弾いて、斉藤翔太、斉藤翔太、斉藤翔太、翔太、逆サイド、山本恭平、強兵、シュートまでに入ってきました。伊藤龍二がそれにつきます、中クロスボール、シュート、ちょっとマークが甘かったですね。ここだったらしいですよ、まあ、まともにボールが受けてまっすぐ飛ばないって言ってましたね。で、ピッチ上に鳩がいっぱい飛んで、バタバタしていたかと思うんですけど、あの鳩は何をやってるかというと、芝の種をついばんで食べてるそうですね。おー、去年のゴールが決まりましたね。30分、翔太、飯島、ペンの中でクロスボール、グラウンダー、飛び込んできたのは、今のは元気かな、23は自身に
全員が入ってる状態ですね。おこれは松田ポイックプレーです。素晴らしいファイターです。伊藤俊太マイボールシュンタ、今日はシュンタ素晴らしいプレーですね。さあ素晴らしいゲームですね。選手たちはしっかりと約束を果たしてくれました。東京ニュースのフットボールクラブです。2016年4月10日多摩フットボールセンター素晴らしい、はい、選手たち、本当に約束を守っていいプレーをしてくれました。次もぜひ頑張ってください。長らくのご視聴ありがとうございました。それではさようなら。